球ドッキング。こんにちは、宮本です。カルソです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、近畿の26、まあ俺が思うキャラランキングをしていきたいと思います。はい、まあこれ多分ね、人によってね、だいぶはですけど、変わるとは思う。特に、まあベスト5発表するんですけど、まあ3、4後あたりとかはね、個性出るんじゃないかなと思います。まあ今回は俺のまあ、ランキング、キャラランキングを発表したいと思います。よろしくお願いします。で、もう一気にいきます。話すことの方が長くなりそうなんで。はい、じゃあ僕の順位はこちらです。アムリタ、スズラン、ダウト、コウ、レム。これです。僕は。はい、まあ僕は、まあちょっと1位、2位から触れていきますね。ここはもう動かないと思うんで。はい、アムリタ、スズラン。もうこいつらもう速攻決まりました。はい、でアムリとスズラン、やっぱどっちが上かみたいな話あると思うんですけど、まあ悩んだ末アムリタかなと。どの辺が上だったんですか？あのね、火力はスズランになるよ、完全に。完全スズランがやっぱり SS の倍率、弱点キラー、超ワープ、超バランス、それを見るとスズランが圧倒的に火力は高い。だがアムリタ、こいつはスズランほど殴りの火力が出ないにしろ、それ以外が器用すぎるわ。さすがに。まあ、まずは友情コンボ。まあ、みんなも結構使ってると思うけど、雑魚処理。まあ、母性の火力になるね。近くにいれば。はい、めちゃくちゃ強い。で、SS がマジですぐ溜まる。アクセルよな。はい、アムリタ。はい、僕の一番欲しいキャラです。これ超 SS ターンアクセル、SS ターン短縮。この二つよな。打ちたい時に打てるんですよ。対してスズランは重い。今26だいぶ慣れた人は1段階目ギリ溜まったぐらいなんじゃない、ボス侵入した時に。もうバチバチ強化でやってるからさ、もうそうだな絶対。あのね、ラスゲまで行っても溜まんない2段階目が今だよね。うん、それだとスズランの最大をやっぱ活かせたい。まあ、多少ぐだればいいんだけど、まあ、多少ぐだればいいって話だけど、まあ、リズミカルに行きたいし、まあ、別にそんな貯められるっつっても最初のステージ1とかじゃん。そうね、2とか、はい、だけどまあそのそれを気にするよりは何も気にせずいけるアムリタの方が器用で強いんじゃないかな。別にね、殴りも弱いわけじゃないから。そうだね、それはそう、そうそうそう、まあ、この回転力と友情の器用さで、このやっぱ捨てとかもいいね。はい、まあ、総合的に見てアムリタが1位かな。おめでとうございます。おめでとうございますって感じですね。いやね、俺はスズランめっちゃ好きなんですけどね。でスズランね、まあ、結構もう理由言ったんですけど、まあ、殴りナンバーワンよこいつは。貫通で、ギミック全対応で、まあ、弱点殴った時はまあほぼほぼ敵は死ぬで、 SS 横間でシュリンから倒せてしまうっつうのはやばいよね。ハマるクエストなのに横間で倒しちゃうっていうのはもう異次元な火力してると思うわ。さっき話したけど、ちょっとバチバチにしたスズランだと本当ハマる必要ない。ハマる必要ないね、それ結構やばいこと言ってるんだ、ね、ハマるの苦手な人絶対スズラン入れた方がいい。うん、はい、まあ、ここら辺は結構みんなもう分かってくれると思う。そうな。次あたりからね。もう次あたりからダウト。どうしてダウトなんですかと。ここで降臨来ましたよと。スピードなのがいいんすよ、うんうん、このステージ、あのスピード型のやついなかった。そうね、バランスにね、ガチで偏ってたよね。そう、まあアムリタにしろスズラン、まあ最初の方の敵ですよね。まあタンザナイトにしろ、ルリにしろね。そうね、ノアパンにしろね。あのね、結構スピードも大事なステージだなと思ってます。なんせ雑魚、まあ特にボス戦なんかにやると結構スピードが必要になってくると思うんですよ。はい、なのでそこの点でやっぱ降臨でやっぱダウト出てきたのはだいぶでかいなって思っております。で SS も強いよなこれ。ダウトの SS マジ強い。弱点強化、しかも俺回転めっちゃいいのよ、12ターン。そこをねやはりね評価できると思うよ俺は。そして4位はまあコウ。この辺が結構意見分かれてくるんじゃないかなと思っております。宮本それ話し合いけど大丈夫みたいな、目ついとっかって言われて。大丈夫、あそこ貫通強いけどみたいな。まあコウの火力だから4位だね。うんうんうん、うん、
やっぱお前的にも話はちょっと使いづらいかも。実際だから貫通の方がいいと思ってますよ、うん、だって内弱だもん。そうやな、内弱ほぼほぼで、もちろん攻撃が困るところもあるじゃん。例えばバトル4とか中央弱点だよね。そうだね。そう、あそことかパネルとかもないから貫通に関連になれなくて全然殴れないよみたいな。まあバトル、5、6、7とかもそうか、中央弱点だからこう殴れないよ。いやね、 SS 強いっすわ、号令、うん、まあ自分がいけないところは他に任せられるっていう、だからそこで弱点は補ってるかなって思ってる。プラマイゼロぐらいにできてる、プラマイゼロぐらいにできてると思うんで、そう、 SS だからプラマイゼロの評価、うん、で反射で殴れるところ、こいつまで一番火力出ます。そうね、盛りなしで。ああそうだね、うん、下に入ったり横に入ったりしたらもう 100% 削り切ります。アビリティがやばいもん。アビリティやばいでしょマジで。あの反射の猛性、この殴りになってほしいわ。まあ反射での殴りナンバーワンキャラ、まあ、特にね貫通で1回壁切りしてパネル踏んで入らなきゃいけないっていうのがね苦手な方っつうのはね、こうね俺は重宝すると思いますね。はい、そしてレム5位ね、5位ねした理由、うん、まあ、ギミックが完全対応ではない。まずワープがね、ワープがね、ワープなんだかんだえげつないじゃん。だけどブロックは持ってる。これやっぱね、ブロック持ってるっつうのがねだいぶでかい。やっぱりね、ダイとか使ってた人はわかると思うけど、ダイって本当に友情以外仕事しないよ。もうワンチャンすらない、ワンチャンすらないっす。レムはワンチャンあります、ブロック持ってるんで。でプラスこいつの一番特徴的なところね、やっぱ飛ばしちゃうところ、これはだいぶアド取ってるとは思う正直ね。だってボス1でまあ普通にこいつを強化して、まあ超バランスでねモーションもつけてやれば、まあラストゲージをやらなくていいっていうのは相当アド取れてると思いますね。まあその代わり周りのフォローも必死かな、必須、必須になってるから、まあ今回は5位にしました。はい、まあてな感じで僕のランキングはこんな感じになりました。中野どうですか、僕のランキング見て。多分ね、人それぞれ思うことがあるから、多分辛さもちょっと違ってくると思うんですよ。俺は、はい、正直言うよ。あ、正直レム3位ですよ。レム3位、あー待ってから、俺ならね、レム3位ね、うん、レムが3位に来ると3位だな、うん、あーレム3位ね、なるほどね。で、コウ4位で、ダウトが5位、まあ、そうだ、そのまんまかな。うん、まあ、この5体はまあって感じ。うん、そんな感じだと思う。なるほどね。やっぱし、飛ばすのでかいなって思っちゃうな、あのクエストで。あー、うん、ま、マジわかる。なるほどね。ゆえにレムは3位。うん、でも1位にはやっぱ動かない。いや、動かんね。いや、ここは強いよな、さすがに。スズランなんか俺があって本当に使ってんだから。もう大好きだもんな。大好きだから俺。でも、その辛さでもスズラン2位なんや。やっぱアムリッツはやっぱ強いっすわ。やっぱ強いよね。強いと思っちゃう。ちょっと器用だね。うん。でもこんな近くでやってるのに差出るからね。そう、ランキング。ワンチャン、はい、ワンチャン。ワンチャン、はい、ノアパン入れるからって感じ。ああ、ノアパン。俺もね、一瞬ノアパン書いたけど、うん、やめたんよ。ワンチャンかな、だけどそれでも。でもノアパンはもうでも6位とか7位には入ってくるね。まあだからほんとそこ。うん、そう、6位とか7位に入ってくる。なるほどね、うん、まあ多分あと予想されるのがあれルリはみたいな。この26においてはあいつボス火力しか出せんのよ。でもボス3に関しては確かに強いなと思う。いや、そうね、それはあそこランダムね、ある程度削ってくれるので、ね、うん、そこ苦手な人はやっぱルリピンポイントで刺していく人が多いから、だから本当人によって評価するなっては思ってる。トップ10まで出したらまた個性は出ると思うけど、もうその辺って多分ね、俺も同じぐらい嫌なって思って、わかるわ。そんな差ないよ、そんな差えないなと思って、うん、まあとりあえず今回はねベスト5という形で紹介させていただきました。はい、ってことで今日は、僕たちのちょっとキンキの僕26のキャラランキングっていうのでつけていきましたけど、多分本当人によって違うのでね、まあ皆さんのランキングとかもぜひぜひコメントで聞かせてください。本当人によって、まあ、その人の打ち方とかもあるからね、考え方とか。そうね、だいぶ差は出ると思うんで、あれもなんか一つ面白いんじゃないかなと思って今回この動画撮らせていただきました。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ